What is up everybody どうもネデソン・バビン・コイですバビン・コイビデオブログ久しぶりです、えー、バビブロ今日ねちょっとねやろうと思ったのはね、えー、昼ぐらいにまあワイドショーでまあバイキングとか 見ててその新幹線のナイフ殺人事件についてもちろんいろいろ取り上げられててその、まあ、討論してんだよねその例えばその「なぜそうしたのか」とか「責任取ってほしいお母さん」とか「謝ってない」とかそういう話でいろいろ盛り上がったんだけどちょっとねおかしんくないって思ってその言ってることが当たり前なんだよねもちろん責任取ってほしい理由を知りたいねその,かのそのお母さんに謝ってほしいもちろんみんなそれは当たり前に持ってるわけ。 そこに集中するよりももっとその根本的な問題殺人につながる前の彼の,その精神的な病とかについてもっと話すべきなんじゃないかなと思うんだよねなぜかというとうつ病なんだよねうつこれからものすごい問題になるとは思うよこれからもうまさにねケイト・スペイドとかねボーディーンとかねまあ世界的ですごい普通に元気に見えるすごい幸せそうに暮らしてる あの有名人とかが自殺したりするそういう時代になってきてるんだよねでそれ前はうつ病で SNS 時代ってそのうつはどんどん深,深まりやすいんだよねもちろんこのいい面もみんなさんも俺みたいにみんなさんとつながれる繋がることもできるそれすごい素敵なことただその真逆正反対のところもあるわけその全くつながらない人とつなげつながれないとかそのうつ病とかそのうつ病とか 病に精神的な病を抱えている人がどんどんこの SNS のせいで孤独になっていく孤独になっていくその孤,孤独がどんどんでかくなってこでかくなりすぎると闇になってその闇が例えば今回の殺人事件とかそういうものにつながると思うのねだから責任取ってくれとか謝ってくれとかじゃなくてもっとこれをどうこれからスーパーでかい問題になっていくこの精神的な 病病とかか気をまず皆さんがどう対応すればいいのかそれはもちろん親に教育したり親だけじゃなくて友みんなみんなにだから自分の子供だったり友達とか同僚だったりクラスメートだったりそういうちょっとねちょっと孤独ずっと一人鬱っぽい人はいるわけでもその人たちはどんどん孤独になっていく孤独になっていくそういう時代になってねだからそうなる前にこの闇ができる前に手を差し出してあげましょうっていう。 ことななんじゃないのそれが一番理屈的に考えてそれが今回の事件がその二度とれないようにそういう話をするべきだと俺すげえ思ってちょっとね熱くなりましたでどうしてもこの気持ちを伝えたくて今日ビデオブログを、えーはい、やろうと思いましたまあこう難しい話なんだよねでもこのまずこの根本的な鬱そういう精神的な病気についてもっともっと 私たちみんな人間人類これについてすごい話さないと話し合わないといけないと思う今後どんどんその問題がどんどん大きくなっていくからねインスタグラムとか見てうつの人はあ友達みんな遊んでるあでも誘ってくれなかったんだよね今回も、うん、でそれでどんどん孤独になっていく孤独になっていくねこの恐ろしい時代すぐうつが悪くもうすぐ ダメにになってていいくそういう時代生生まれ生きてるから自殺とかこれからねどんどん増えてこういう事件も増える一方だと思うからだからそ増えないようにう、ね、どう対応すればどう話し合えばいいのかもっとそういう討論そういう話し合いが必要なんじゃないかなと思います。 <laughs> 最後まで見てくれていろいろ列弁しました、えー、最後まで見てくれてあなたは素晴らしいありがとうございました何か思うことあれば是非意見聞かせてくださいね、うん、皆さんの,あの思ってることも知りたいしなあれ、right. anyway、uh, もしまだこの番組このチャンネル登録してなかったら登録していいねをしてこの動画にすごい共感できたらねあの是非シェアしてください、うん、こういう話がすごく ものすごい必要な時代になってきてると思うんでよろしく。Right, see you guys next time. またそのうちビデオブログアップしたり歌を歌ったりするんでお楽しみにしてください。See you guys Peace.